どうも、ベタです。パーソナリティやっていきたいと思います。はい、皆様、MFI のサクチャレ、お疲れ様でした。まあ自分は、まあサクチャレで、まあ1年ぶりぐらいかな。先陣谷高校以来なので、1年ぶりぐらいに1位取ることができました。久しくね、ちょっとサクチャレは振るわなかったんですけども、久しぶりに1位取ることができて、よかったです。で、全体ランキング見ていきますと、まあ結構話せましたね。まあ昨日かそれぐらいの動画で一応解説はしたんですけども、まあ差の開かないサクチャレでした。まあでもね、差を開けることができて、まあいかに差を開けるかをね、やっていくと1位取ることができましたので、まあ今回はランイベだけじゃないというところを見せていたのかなと思います。で、まあ報酬の、報酬の、PSR 券4枚は、まあとりあえず貯めておこうかなと思ってます。とりあえず貯めておきます。で、PR 券もまあ置いておきます。で、MFI サクチャレの王様は、ちょっとこれ、久しぶりに、いじろっか。久しぶりにこれつけよう。奇跡のジョーカーじゃない。どこ行った？どこだ？MFI サクチャレ王者。まあこれ自分だけなんで、とりあえずこれ、つけておきたいと思います。で、サブアカの方、まあ無課金アカウントですね、サブチャンネルの方で出している方は、一応4064位。得点としましては72,823点の4064位と。まあぼちぼちの結果出せたのかなと。まあできればね、1000位ぐらい入りたかったんですけども、やっぱり壁は厚かったです。もうちょっと出せたかもしれませんが、まあまあ満足しております。まあ、メインがね、1位取れたんで、もうそれだけで十分です。はい、ということで、ここからはアップデート情報を、お伝えさせていただこうかなと思っております。で、新しいイベント、壊せブロックサッカーということで、なんかブロック崩しみたいな感じらしいです。はい。まあ、期間的には、14日の13時59分までですね。まあ、そんなに長くはないイベントですけども、フィールド上にブロック、フィールド上のブロックにボールを当てると破壊できます。すべて破壊することで、ステージクリアになりますということで、ボールはプレイヤーバーやブロック、フィールド端に、当たることで跳ね返ります。まあ普通のブロック寿司ですね。まあ皆さん結構やったことあるんじゃないですかね。よくあるブロック寿司です。まあとりあえずこれはまた別動画で、やっていこうかな。まあ下のやつをスライドでバーを動かすだけの、まあ単純なものなのかな。で、灰色の方は複数回。で、赤色が1回。で、黒が破壊できない障害物らしいですね。で、キャラクターが出てきて、ダイモン、騎士、矢部坂、ユーと出てきて何かが出るらしいです。まあまあまあ、これはやっていった時に、確かめていこうかな。いろんなものがあるらしいですね。で、これ一応ね、なんだっけ、ランキングあるんですよね。まあ、報酬は、正直ないです。称号だけなんですけど、ランキングあるらしいので、まあ、ちょっと頑張ってみようかなと思ってます。まあ、ここのハイスコアに応じて報酬って書いていますが、基本的に、そんないいものが見えないんで、まあ、いいものは期待できないのかなと。まあ、ドリンクとか招きとかもらえれば自分的には嬉しいんで、ちょっと頑張っていこうかなと思っております。で、続きまして、バージョン 4.00 以降、特殊能力。超特殊能力習得時の戦士能力の調整として。まあ、いろんなものが来てますね。まあ、大きく言うと、今までゴールキーパーでね、フィールドプレイヤーでも効果のあったスピードスター、ドリブルキング、早打ちとかが、まあ、査定が下がったよと。多分これ査定表なだけで、査定が下がるだけで能力的にはそんな変わらないのかなと思ってます。あとは必殺シュートがね、まあ、フォワード類、フォワードの人以外は査定が下がりますよと。まあ、当然ではないけど、トップ下ぐらいはね、まあ、つけといてもいいのかなと思ったんですけど、まあ、すべて下がるらしいので、まあ、そんなに必殺シュートはつけなくてもいいのかもしれません。あとね、自分がちょっとこれ見てて気になったのは、ファンタジスタなんですよ。ファンタジスタ。ファンタジスタどこ行った？ファンタジスタがね、なんと、ボランチで下がったんですよね。あれどこ行った？ファンタジスタが、ここか。ファンタジスタはボランチ下がっちゃったんですよ。なので、今まで、桜葉を入れたボランチ作成、
海王山ね。まあそれがもう桜庭入れれないと。桜庭はまあ前線の選手か、あとはサイドバックの選手という形になるので、まあいい改変なのかな。ファンタジスタ、ボランチファンタジスタってちょっとおかしいからね。うん、このゲームのファンタジスタは、まあ、パスのファンタスティックな、うん、ボールを出せるというよりかはドリブルとかオーバーヘッドとかそっちのファンタジスタなんで、まあまあまあこれは合ってるのかなと思います。まあ、これはねまたいずれ出てきたら説明していこうかなと思ってます。まあ、特納の方もね変わっておりますので、うん、よりそのポジションに合った選手を入れていくっていうのが大事になってくると思いますので、まあ楽しみが深くなっていくのかなと思います。はい、であともう一個来てますね。2019年夏パーサカ大型アップデート 4.00 配信予定ということで、7月の後半だったかな、なんかそれぐらいに、まあ、グラフィックがすごい変わりますよと、うん、アンリアルエンジン4を採用するらしいんで、滑らかなグラフィックとなります。まあそれで多分電池も食いやすくなるのかなと思ったりもしてます。あとは試合調整ですね。うん、基本能力のバランスを調整して、基本能力 G から A の選手のパフォーマンスの差を縮め、 S 以上差を広げます。なので90以上の選手を作った方がいいよという形ですね。うん、あとは調子が試合中のパフォーマンスに及ぼす影響を引き下げます。なんで調子、うん、調子安定がもっと調子安定になるっていう感じなのかな。あとはサクセス育成選手の調整としまして、うん、一部の特殊能力、超特殊能力に、特殊能力は、選手能力に、寄与する値をポジションごとに調整します。これさっきのやつですね。でサブポジションを、習得した際にも、の選手能力が上昇するようになります。選手ランクが US4 以上で、次のランクにアップするのに必要な選手能力が20となっているのを10に下げますということで、まあ自分の選手でね US6 っていう選手が多分出てくると思います。まあそれは出てきたらまた紹介していこうかなと思ってます。であとは、先ほどのやつですね、こちらの記載があったんで、まあ先ほど読ませていただいたのでこれは省かせていただきます。あとはスタジアムのカスタマイズ機能の追加、はい、まあこんな感じですね。で、それで 4.00 と7月の、あ、7月の前半とか言ってないのか。2019年夏か。うん。まあ、いつかはわからないけどって感じですね。で、詳細は7月末頃発表予定ということで、これはさらに他にも重大ニュースか。ってことは、7月末以前に、まあ中旬ぐらいに、これ変わるのかな？ 7 月の上旬か中旬ぐらいに、うん、新しいアップデートが来るのかなと思っていいのでしょうか。まあ、ちょっと期待して待っておきましょうか。そして、まあ、重大ニュースってことなんで、またコラボなのか、でもコラボは重大ニュース、まあ、重大ニュースっちゃ重大ニュースですけどね、コラボなのかわかんないけど、まあ、自分的に、ちょっと期待してるのは、据え置きのパワサカが出るっていうところを期待してます。プレステとかで、パワサカ出ないかなって。やっぱツイッターの人と話してると、やっぱりそれ要望してる人は結構いるんですよね。まあできればパワー隊でサッカーもしたいなと。野球だけじゃなくサッカーもしたいなと思いますので、ぜひこれ実装してくれたら、ぜひぜひ俺を買わせていただきますので、よろしくお願いします。まあもしね、これで発表なしとしても、うん、もし運営さんこれ見てたら、パワープロの、パワーサカの実機バージョンもよろしくお願いします。で、あとは、まあね、うん。ちょっとグラフィックが良くなるということで、なんだっけ。端末が、使えなくなる端末が出てますので、それは注意してくださいというものです。はい。で、ガチャが来ましたね。ガチャが来たんですけども、沢さん。まさか今日の朝ね、お知らせが入ってて、アップデート後に沢さんが来ますと。いや、予想外ですね。インテリジェンス。試合中の判断力が研ぎ澄まされ、動きがかなり良くなる。何の筋トレだろう？やっぱり、サッカーの筋トレなのかな？これはちょっと、使ってみたいですね。明日にでもちょっとサワ誉れ、使った動画を上げてみたいと思います。で、まあ、精神的支柱は、まあ、取る気はないんで、まあ、上ですね。取るとしたらね。はい。で、サワさんね、メンタルがあれなんだよな、メンタルかと思って。
テクニックじゃないんかと思って自分はちょっと迷ってます。ガチャ引くかは迷ってます。で、もう一人のキャラ、まあこの前イベントできた夏美ノアさん、夏美ノアさん、ビッグスウェル、まあこれが、なんだっけ、アフロキタノのソウルフルシュートに似てるという感じのシュートですので、まあありがたいのかなと。しかもこの下にビッグスウェルのコツ、またはゴーラーズハイのコツが確定と、確定でもらえると、確定ギャラなんですよね。うん、まあテクニックメンタルっていうのがあるんでちょっと微妙かなと思うんですけども、今までアフロ来たのに困らせられてた人結構いると思います。これ確定でもらえるとスタジアムキャラとして取りやすくなるんですね。うん、なのでこれゲットしたいなと思うんですけども、ちょっと今迷ってます。ガチャの方がね、正直ちょっと渋いガチャなんですよね。ピックアップ率がちょっと低いガチャなんで、ちょっとこれは迷ってます。また、引くなら、動画にさせていただこうかなと思ってます。あとはパワースターね、111個は5000円で手に入りますので、もし、課金される方は安い値だけでも買ってもいいのかなと思っております。はい、まあ本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。まあ昨茶ね、MFI ですが1位取ることができました。まあ MFI ってことでちょっと意地で1位取りに行った分があって、正直パワードリがもうあと10個ぐらいしかないです。今月買えるパワードリも10個ぐらいしかないです。ちょっと今回で、まあ、補充されたんですけども、まあ、ちょっと厳しくなっておりますので、ちょっと海王山高校の動画が減るかもしれません。はい、その辺はご了承よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。